に女性で、あ、皇太子時代の天武天皇から愛されて生んだ統治皇女は皇文天皇の妃となり、角の王を設けた。だから先の章で挙げた人心の乱は夫と娘婿との戦であり、天智天皇からも愛されたとすれば、それが前夫と次の夫の維持との争いであった。この運命の悲劇性と料亭から愛されたという境遇、そして歌に見られる最上部などによって、ぬかたは長く人々を引きつけてきた。いつか美女だということにもなっている。どこにも